タイビエト文字は、ベトナム北西部、ラオス北部、タイ中央部で使用されるいくつかの対処語の表記に使われる文字を統合したユニコードのブロック名である。タイ文字と同様、ブラーフミー系文字の一種であり、左から右に書かれるアブギダに属する。タイビエト文字は、以下の文字を統合したものである。これらの文字は、基本的に手書きであり、 親から子に伝えられるために標準化されていなかった。1980年代初めに北イリノイ大学及び国際シルでは別々に黒タイ文字のコンピューター用フォントを開発した。シルは2006年以降統合タイ文字をユニコードに加える提案を行ってきた。当初の提案では赤タイ語の文字も含めることが予定されていたが他の文字との共通性が少ないために除かれた。 2009年のユニコードバージョン5.2でタイビエと文字のブロックが基本多言語面の u a 8 0アドフに追加された。以下の表に挙げられているユニコード関連のドキュメントにはこのブロックの特定の文字を定義する目的とプロセスが記録されている。ありがとうございます。